ワンコとジープとドキドキキャンプ、コニーです。今日ですね、ちょっとキャンプグッズまた買ってしまったので、ご紹介したいと思います。今日はですね、3点ほどご紹介します。はい、1点目今日ご紹介するのはこの DOD のテーブルです。これはですね、キャナリーテーブルというテーブルになります。なぜキャナリーテーブルかというと、かなりいいテーブルができたので、かなりいいテーブルからキャナリーテーブルになったらしいです。じゃあこのテーブル、まず開封してみましょう。はい、DOD、キャナリーテーブル M サイズです。これがですね、横幅が60センチ、60の95ぐらいのサイズのテーブルになります。じゃあちょっと組み立ててみたいと思います。なるほど、こんなボールが入ってますね。これがテーブルのこう両サイドになるボールですね。なかなかちょっと木目調のいい感じの天板になってますね。フレーム、足場ですね、これを このテーブルは高さが3段階、ロー、中、ハイと3段階に変えられるテーブルなので、こんな感じですね。こんな感じに足を組んで、足の高さはこの部分を伸び縮みして3段階変えられるようですね。これが一番、これ中か。一番ローはこの足取っちゃうのかな。で、ここにこれをつけるかな。ここにつけてあげるとテーブルの下の物置になると。そしてその上に、こんな感じにして、この上にこの天板を置きます。で、この横の部分ね、これをこの先に止めると。ここ伸びる。切って。これだけかな。はい、できました。なかなかしっかりしてるし、木目調ものいい感じですね。できました。これが、DOD の、キャナリーテーブル M サイズです。60センチの95センチのテーブルサイズになります。はい、この中段の高さで下から、テーブル面までが42センチになります。これを今度ハイにすると56センチになりますね。ちょっとやってみます。はい、できました。これがハイの高さですね、56センチ。で、さっきのが中段で42センチ。
で一番ローだともうこの足を、取ってしまう形ですね。はい、できました。これが一番ローの高さですね。低い高さ、一番低い高さだと下から21センチの設定になります。まあ、うちはお座敷スタイル多いので、まあ、これもこれでありかなという感じですけども、高さも3段階変えられるので非常に利用用途は高いかなと思います。はい、このテーブル買いました。次のキャンプで、このテーブルもデビューさせたいと思います。はい、ちょうどうちにですねこの DOD の椅子もあったのでちょっとテーブルに合わせてみたいと思います。これは今テーブルのハイの状態ですね。でこの DOD のですねこの、椅子もですねここで3段階に高さが実は変えられる椅子で、これ一番今高くしてます。この状態で何センチかな、下からハイの状態でだいたい座面が25センチぐらいですね。この椅子とテーブルを合わせるとこんな感じで足も入ってですね、まあ食事したり、まあ、あとなんかパソコンしたりとか、 なんか作業したりとか一番やりやすい感じかなと思います。はい、こちらが今テーブルをミドルの高さにした場合に、椅子はさっきと同じまだハイの状態ですけど、この状態だと、まあ、ちょっと膝がやっぱり出る感じにはなりますね。じゃあ次は一番テーブルをローにしてみたいと思います。はい、これが一番ローですね。テーブルの高さが21センチなので、まあ、椅子に座るというよりはこのお座敷スタイルで、まあ、座布団とかで座って使う、サイズになるかなと思います。まあ、うちは結構お座敷スタイル多いので、まあ、こういうの使い方も、結構いいかなと思います。こちらのキャナリーテーブル M のお値段ですけども、14,300円税込みとなっております。はい、続きまして第2弾です。これも DOD の商品で、商品名が着替える矢発というですね、まあ、着替えとかいろいろ物を入れる袋なんですけども、ちょっと中見てみたいと思います。はい、なんですね、これも書いてあるんですよ。はい、こんな形のですね4色バッグが入ってます。はい、こちらのバッグにですね、中に、今回タオルとかですねちょっと入れてみました。こんな感じですね。サイズが 30cm×30cm の、幅が 14cm と12リッター入るサイズということです。この袋なんですけど、まあ、コットンでできているということと、あとここにチャック仕切りがですね2つあって、半分ずつ2箇所に入れることができます。この、まあ、上の部分というか片側ともう半分ですね、チャックの仕切りになっていて別のものをこう入れることができるというバッグになっています。そしてこれですね、ちょうど14センチということで、まあ、約15センチですね。でこれをですね実はこう4つ入れてあげるとですね、よくあるトランクカーゴ、うちもジープのキャリアに乗っけてますけど、あのトランクカードの中にちょうどこのバッグがきれいに4つ入るというサイズで設計されているようです。
ですので、まあ、キャンプに行くにもですね、まあ、着替えでもいいですし、あとまあキャンプに使う小物なんかをこの中に入れて仕分けしてあげるのにも便利かなということで、こちらの商品も非常にいいなと思っているので、次のキャンプから使いたいと思います。でこちらですけど、単品で買うと1650円、するようなんですけど、4つセットで買うとですね4400円ということで、かなりお得になっています。あとあの単品だとですねこの、2色しか単品では売ってないようなんですが、この4個セットだとあと色違いで4色セットになるということになりますので、まあこれも非常にお得かなと思います。はい、では3商品目のご紹介です。こちらの商品になります。これですねロゴスのメスキットというですね、まあ、いわゆるメスティンなんですけども、まあ、メスティンの L サイズぐらいですかねのサイズ感のメスキットになります。こちらの特徴ですけど、普通 の他のメスティンと比べるとですねこう蓋に取っ手がついてて、熱くなってもこの蓋を簡単に蓋が取れるというような部分とかですね、あと中があのハードアルマイト加工というのがされているらしくて、まあここで、まあご飯を炊いたりするのは当然なんですけど、なんか炒め物とかですねフライパン代わりに使ったりしても、まあ、焦げ付きにくくて丈夫だというのが特徴のようです。でもこれすでにですね前回のキャンプで、串揚げに使ってまして、ここに油を入れて、串揚げに使ったんですけど、まあ、あのサイズ的にはあの普通のメスティンよりもちょっと大きいので、まあ、いろいろそういう串揚げに使ったり、お米をご飯を炊く以外の用途でもかなり使い勝手がいいのかなと思います。こちらですね結構あの人気があるようで、僕たちもですねこれあのロゴスのショップで予約して3ヶ月ぐらい入荷待ちだったんですけど、まあ、やっと入ったという商品になります。こちらお値段が、2700円税込みという商品になります。はい、今回は、キャンプで使うキャンプのギア3点ご紹介しました。テーブルと、あとこのバッグですねと、メスキット、3品、3商品ご紹介させていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。